はい、平均70歳以上のレディース、美魔女レディーススイマーの、楽に綺麗に泳ぐレッスンですね。で、行き品はあの 4A 歩で行って、帰り品は向こうのコース入って、クロールで行ってます。で、まあ、バタフライのポイントは、まあ、しっかりと、まあ、第2キックしっかりね、パーンとちょっと強く打つことと、で前でしっかりグーッと手を伸ばして、ね、あのピッチ上がらんようにね、楽に泳ぐためにね、ピッチ上がらんように、手を前に伸ばすように指示してます。誰や片手で言ってるのは、はいはい、でなるべく呼吸は水面這うようにね、水面這うようにちょっと泳ぐように指示してます。で、まあ、これ5本目なんでね、ちょっともうしんどい人はもうクロールとか片手とか種目変えて行ってもらってます。あんま速さを競ってるわけじゃないんでね、はい、あくまでも健康にっていう形でね、はい、はいはい、次バックいきます。はい、よーい、はい。バックのポイントは、まあ、上半身の特に力抜いて、で天井を、この天井をね、触ってくるようなイメージで、触られへんけどね、そんな手伸びへんけども、ね、触ってくるような感じで手を上げていくと、ね、すごく手が長く見えて綺麗に泳ぐことができるんで、で絶対的に上半身の力抜いてあげるというのがポイントなん で、あとは体の近いところやね、近いところをなるべくちょっと変えていくというようなイメージで、ちょっと泳いでもらってます。まあ上手やけどね、みんなね。うん、はい。うん、いいね。もう新谷さんなんかもう手のパワー強いからね、手でガン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 進むというような感じで、足ね、足はちょっともう効かへんけどもね、ちょっとあるね、杖ついてね、日頃歩いてここまで通ってきてくれてるんでね、その代わり手の力めっちゃ強いんで、はいはい、ご用意、はい、うん、まあ、キック効いてね、すごいいい感じですよね。で平泳ぎもね、小さくね、丸を描いて手を前にぐーっとね伸ばしていくんですけど、その手をちょっと追っかけるというようなイメージね、ちょっと追っかけていくというようなイメージでいくと、自然に体重移動というのがねいけるんでね、だから横から取ってて頭がこうまっすぐ上がるんじゃなしに、こっちの方向にね、動くっていうのはすごくね、いいことなんで、体重移動がすごくできてるってことなんでね、はい、はい、はい、オッケー、まあ、あとはね、ちょっとまあ長くね、まあ、早く泳ぐにはちょっと大きくガッてこう変えたりとかしなあかん人もいてるんですけど、まあ、長く泳ぐにはまあ省エネで泳がなあかんので、円は小さめで行くようにいつも言うてます。はいはい、クロールですね。でクロールはこの、だけどこの中指を前にぐーっとね突き出していくというような感じでいつも泳いでもらってます、はい、そうするとぐーっとこう自然にね行きたい方向に前にねちょっと行ってくるんでね、体が進めてくれるんで、これが、斜め行ったりとかね、ハの字に行ったりとか下とか行ってしまうと、力の方向が全然ちゃう方向になってしまうので、ね、必ず中指を前に突き出すというような感じでちょっと行ってもらってます。で呼吸の時にね、ちょっと
手がピッてこう開き気味になりやすいので、特に呼吸の時にグーッとこう突き出すというようなねことを毎回言うてやってもらってます。はい、ね、OKOKOK。でこれもできたら上半身は、まあまあどの種目もそうやけど、上半身はなるべく力抜いてね。上半身力入るとすぐバテてしまうんでね。はい、人数減ったらみんな休憩してるわはい、以上です